花の駅、片品花坂の湯は、群馬県利根郡片品村が設立し、指定管理者制度により、片品村振興校舎株式会社が運営する、公営の日帰り入浴施設。片品村の地域振興を目的として、温泉を中心に、レストラン、農産物直売所、特産品売店、版画家、 小暮れ新房ギャラリーなどを併設した施設として1998年10月3日に開業した。風の湯露天風呂玉数日は、風の湯が男性浴場で、香の湯が女性浴場として利用され、玉数日は男女入れ替えて利用されている。コロネスペースと中国式足裏健康法を楽しめるスペースがある。冬時期には、こたつが現れる。湯上がりにくつろぐことができるが、 食事どころとしても兼ねているため、混雑時は食事優先となる。目の前に広がるナチュラルガーデンを見ながら過ごすことができる。テーブル席でゆったりと食事が楽しめる。窓の外には眼下にナチュラルガーデンがあり、四季を通じて様々な景色が楽しめる。片品村で採れた農作物を使った加工品を中心に並んでいる。特に花豆を使った加工品が多く並ぶ。 片品村で採れた農作物が並ぶ。当期間は公設により作物が採れないため営業は例年4月下旬から11月中旬までである。版画家、小暮れ新房の版画が常時20点程度展示されている。特に尾瀬を描いた作品が多い。花の駅片品の設置及び管理に関する条例、広報片品2011年4月号。 広報片品2009年5月号、ありがとうございます。